はい、皆さん、こんにちは。前回の動画では、プーさんのお土産をご紹介しました。本読むものマジ楽しい。今回もお土産のご紹介です。美女と野獣のお土産をご紹介します。今回の動画、最後まで見ていただければ、美女と野獣のアソーテッドスイーツ、ポット夫人のクッキー、これらのことが分かるようになってたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。 本日ご紹介するのはこちら。美女と野獣のアソーテッドスイーツとクッキーです。左側にあるのがポット夫人のクッキー。右がアソーテッドスイーツです。こちらのお土産はディズニーランドワールドバザールコンフェクショナリーで購入したものです。先ほどからポット夫人と目が合ってるので、まずはポット夫人のクッキーからご紹介します。 ポット夫人のクッキーこちらプラスチックの袋で包まれておりますそれから蓋の部分こちらにはチップのキーホルダーがついてきますとても可愛らしい賞味期限は3ヶ月ほどお値段は税込750円ですお会計で1050円を払うと100円玉が3枚お釣りとして返ってきますこちらの100円ペニーアーケードで使えますねそれではポット夫人のクッキーぶち開けていきましょう ようやくく開けることができまましたた一つの袋にクッキーたくさん入ってますね早速中を開けていきたいと思いますクッキーの種類は全部で4種類ポット夫人の他にチップルミエールコグスワースもいますどれもお味は共通でさっくりとしたバターの風味とても美味しいです せったります。せったぎります。せったぎります。せったぎります。ますますごちそうさまでした。クッキーすべて食べきれないので、前回購入したプーさんのお土産の容器、こちらに移し替えて保存したいと思います。 移し替えることができました。また次回食べるのがとても楽しみです。楽しみです。続いてこちら、成分表示です。含まれるアレルギー品目はご覧の通りです。こちらのポット夫人のクッキー、製造元は株式会社ビジュー、京都市に本店を置いていて、八つ橋などを製造を販売する会社です。八つ橋食べたくなっちゃいますね。<laughs> 続いてはこちら、美女と野獣のアソーテッドスイーツです。こちらのカンカンは円柱の形になってます。 ご覧の通り表面の絵は浮かび上がってますアルファベットの文字も浮かび上がってますねとても繊細なデザインです横のデザインはこんな感じです横にも美女と野獣のキャラクターが描かれてますちなみにこちらは浮かび上がっておりません アソーテッドナッツの賞味期限は約2ヶ月ほど。お値段は税込み1800円です。2000円を払うと、100円玉が2枚お釣りとして帰ってきます。100円玉2枚、ペニーアーケードの UFO キャッチャーができますね。それではこちらのアソーテッドスイーツのカンカン、ぶち開けていきたいと思います。 aí é? 無事に開けることができました。中には色々入ってますね。食べる前からテンションが上がります。まずこちらはクッキー。ポット夫人とチップが描かれてます。こちらはマドレーヌ。美しいベルの姿が描かれてます。こちらは音符が描かれたクッキーです。黒のデザインはルミエールです。こちらは四角形のクッキー。デザインはコグスワースになってます。そして最後に野獣のマドレーヌ。ベルと野獣はマドレーヌなんですね。 開封しました。お皿に盛り付けるとこんな感じです。まずこちら紅茶バターのクッキー。名前の通り紅茶の風味でとても美味しいです。しっとりめのクッキーですね。こちらはプラリネアーモンドのクッキーです。プラリネというのは焙煎したナッツ類に熱した砂糖を加えてカラメリーゼしたものだそうです。カラメリーゼしちゃったんですね。こちらは音符のクッキー。バターとチョコレートでできたクッキーです。音符のところがチョコになっててとてもいいハーモニー。 そしてこちらがマドレーヌ。野獣の袋に入ってたマドレーヌですが、味はプレーンです。マドレーヌしっとりしててとても美味しい。こちらはベルのマドレーヌです。ベルのマドレーヌの味はラズベリーの味です。ラズベリーの甘い香りがしてます。やはりベリー好きにはたまりません。 セッタギリマス、セッタギリマス、セッタギリマごちそうさまでした。最後にこちら、成分表示です。含まれるアレルギー品目はご覧の通りです。美女と野獣のアソーテッドスイーツ、製造元は株式会社ユーハイム、ディズニーランド C のオフィシャルスポンサーです。こちらはユーハイムのシガ工場で作られたようです。ビ はい。ということで、今回は、美女と野獣のアソーテッドスイーツと、ホット夫人のクッキーをご紹介してきました。どちらも可愛いデザインで開けるのがもったいない。誰かからもらったらテンションぶち上がるお土産だと思います。中身もたくさん入ってますので、ぜひご家族、お友達、大切な人とシェアして食べてもいいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ買ってみてください。それでは最後にじゃんけんをします。最初は、グー。じゃんけん、ポン僕は、 パーを出しました負けた人は明日最初に出会った人に愛しのマドバーザーと声をかけてみてください今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします YouTube 動画の裏話などはラジオで配信してますのでぜひフォローをお願いいたしますそれではまた次回の放送でお会いしましょうバイバーイ